俳優の綾野剛が2日放送の TBS 系バラエティ番組人間観察バラエティモニタリング新学期3時間スペシャル放7時に出演。金曜ドラマミュー404主演の綾野が人気企画もしも芸能人が変装して潜入していたら気づく？気づかない？に挑戦する。綾野が変装して潜入するのはなんと今回のモニタリングのスタジオ。果たして綾野はどんな姿で潜入するのか。そしてモニタリングファミリーやスペシャルゲストたちは潜入した綾野に気づくのか。今回のスペシャルでは新企画レンタルパパ小泉孝太郎もスタート。おいんが生まれ子供と接する機会が増えるであろう小泉が一般家庭で子守りをする。前回の小泉企画にも参加したブラックマヨネーズの吉田隆も参戦。孝太郎は無事にパパをやり遂げることができるのか。